サーエンアドバイザーアグリンのアグリンチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。今回は生姜の芽が出たらやる作業についてお話していきたいと思います。こちらの生姜は4月の上旬に種生姜を植え付けています。種生姜は昨年の秋に収穫し、冬の間室内にビニール袋、段ボールに入れて保存しておいたものです。植える前には特に肥料をやらずに、幅95センチのポリマルチで、株間30センチの二畳植えで植えています。種生姜は一片あたり50から60グラム程度に分割して、特に芽出しをせずにそのまま植えています。今は5月の下旬になりますが、5月の中旬ぐらいから芽が出始めています。生姜はポリマルチをしなくても栽培することはできますが、ポリマルチをすることによって芽出しをしなくても早く芽を出すことができます。生姜はですね、特に寒さに弱いです。早く収穫するために早く芽を出したい一方ですね、芽が出てから霜に当たると枯れてしまいます。今年はゴールデンウィーク後も寒い日があったので、ちょうど5月の中旬以降に芽が出てよかったです。今回の生姜もそうなんですが、他にもですね、じゃがいもや里芋もマルチを使った場合ですね、芽が出た時に芽出しをする必要があります。たとえ植え穴が開いているマルチを使っても、芽が出る位置がずれる場合があります。その場合、芽を出してやらないと枯れてしまうので、早め早めにマルチを破く必要があります。では実際に芽が出ている様子を見ていただきたいと思います。こちらを見ていただきたいんですが、こちらは葉生姜になります。5月の中旬ぐらいから芽が出始めています。もともと株間30センチごとに植え穴が開いているので、そこから芽が出ればいいんですが、このように植え穴からずれたところから芽が出る場合があります。マルチが盛り上がっているのが目印になります。その場合、何もしないと芽が枯れてしまうので、マルチを広げて芽を出す必要があります。実際にやってみます。こちらもこのようにマルチを広げて芽を出してやります。このような感じで芽を出してやります。こちらは葉生姜になるんですが、5月下旬の時点で結構芽が出ています。こちらは根生姜になります。こちらを見ていただくと1本芽が出ています。ただ周りを見てもまだ他にはあまり芽が出ていません。これは毎年のことなんですが、根生姜は葉生姜よりも芽が出るのが遅いです。ご覧いただいている皆さんからもなかなか芽が出てこないというコメントをいただくことがあります。生姜はですね、思った以上に芽が出るのが遅いです。霜などに当たって種生姜が腐っていない限りは、時間かかってもよっぽど芽は出ます。このマルチ栽培では地温が上がり、早く芽も出ますし、雑草も抑えることができるのでおすすめです。ただ芽が地上に出るときにポリマルチに当たると枯れてしまうので、ずれたときは必ずマルチを広げて芽を外に出すようにしてあげてください。次に追肥のお話をしたいと思います。生姜はご覧の通り、芽が出始めの時は葉っぱの色がまだ薄いです。追肥のタイミングとしては、本葉がしっかりと展開し、葉の色が緑になった時です。そのタイミングで株元に鶏糞をやります。時期的に言いますと6月の上旬ぐらいになります。私たちの場合は追肥には鶏糞を使います。鶏糞も2種類あって、このように粉状のものとペレット状のものがあります。粉状の方が安く、私たちの近くのホームセンターでは1袋15キロ、税込み128円で販売しています。以前で一番安い時は1袋98円でしたが、最近はやはり少し値上がりしました。こちらはペレット状の鶏糞になります。こちらは近くのホームセンターで1袋15キロ、
税込み228円で販売しています。こちらは少し割高になりますが、巻きやすいので面積が広い場合にはおすすめです。少しまだ早いですが、実際に鶏糞をお追肥したいと思います。粉状の鶏糞を一つまみ、株元にやります。撒いた後に株元に土をやるといいです。このように鶏糞を撒いてから上から土をかけるとさらにいいです。今回は生姜の芽が出てからやる管理作業についてやってきました。マルチ栽培の場合、せっかく芽が出てもマルチとぶつかると芽が枯れてしまうので、必ずマルチを広げて芽を出すようにしてください。そして1回目の追肥は芽が出てから本葉が展開し、葉の色が緑になった6月上旬ぐらいになります。そして生姜は乾燥に弱いです。5月6月はそこまで雨が少ない時期ではありませんが、あまり降らなく乾燥した時は水やりもするようにしてください。この後の管理作業についても随時動画配信する予定ですので、ぜひ継続してご覧ください。ぜひチャンネル登録をお願いします。メンバーシップではご質問にもお答えしておりますので、メンバー登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。